ここ3日4日ぐらいで立て続けにとある2通のメールが来てるんで、その2つのも内容が結構というか、これだいぶ重い内容になっていて、まあ、その嘘か本当かはさておき、妙に文章のリアリティがあるんで、もうこれほんまにあったやろな、みたいな、話として僕は受け入れました。で、僕もずっと言ってないけど、メール、もらったメールに関しては、もう公開してもいいという、決まりがあるので、僕はそれも常々言ってるんで、もう、送った人がどう思うが、僕はこういうメールも一つの議題として掲げさせてもらって、ちょっと動画にしたろうかなと思って、今回喋ろうかなと思ってます。まあ、最初に言っとくけど、結構ね、内容がね、ディープ。まあ、暗いっちゃ暗いのかな。まあ、そういう内容になってるんで、まあ、そういうのが苦手な方はご注意ください。1通目からまず読んでいきましょうか。はい。これ、ね、結構俺もなんて返せばいいかわかんない。悩んでねんな。突然、すいません。6年ぐらい動画や生放送見てます。大学生です、今。コミケで一度だけ会ったことがあります。もこう先生暴言吐いたりしてるけど、ブログとかも読んでて、すごい優しい人だなって僕自身思ってます。ここが本題なんですけど、自分は、彼女がいます。彼女は精神科に通っていたり、薬を大量に飲んだり、夜中に外出てしまったりするようでした。OD とかしてんねんな。けど嫌いなわけはなく一緒にいて楽しいし、喧嘩とか多かったけど、仲間とても良かった。ただ喧嘩などをすると薬やリストガットや、夜中に外に出たりして、その度に探したりして、正直負担はかかってました。僕は異性との関係は多少、仕方ないと思っていたんですが、彼女と話し合って、もちろん会うのは、もちろん通話も禁止というルールがありました。これは多分そうやね。ここは多分その他の異性とってことかな。僕は異性との関係はっていうのはね。はいはいはい。まあでもそれ彼女っていうか、まあね、僕の中で割と普通だ気しますけどね。その彼女とか彼氏が知らんところでね、他の異性と話してたらそう嫌やもんな。はいはいはい。で、2日前のことなんですが、僕が異性と仲良く LINE をしてるのを見て首絞められて蹴られました。これはね、お前が悪いと思うわ。そして昨日まだ彼女に暴力され、ずっと耐えていたんですけど、僕も我慢の限界で手を出してしまって大喧嘩をしてしまいました。夜中の1時から5時ぐらいまで、そして朝5時ぐらいに落ち着いて6時ぐらいまで話し合いをしました。その時に異性に会ったりはしてないんですが、通話を通過していることが向こうにバレて、そのルールを破ったことやその日の喧嘩について話し合いました。朝10時に起きて授業に行こうとしたけど、メンタル的にも体的にもボロボロで結局寝てしまい、その後夕方に起きると彼女の姿がなく、改札から電話が来て彼女が亡くなったと聞きました。僕のせいとしか思えず、僕は今どうすればいいか分からなくて、正直楽になりたいとしか思いません。残された側はめっちゃ辛いです。だから同じことをするのは良くない。その子の分も生きていかなきゃダメなんですが、考えれば考えるほどおかしくなりそうです。向こう先生には何の関係もない話で、急に何って思うかもしれませんが、向こう先生に相談したくなったので差し上げました。iPhone か、送信。いや、これね、ちょっと、マジでこの10年ぐらいネット活動してて、こんなメール来たの初めてなんですよ、マジで。メンヘラと喧嘩して、そのままなんか死んじゃいましたみたいな。あのね、これまあ笑い事じゃないと思うねんけど、ね、これ。まあでもなんか、まあそういうね、正直、まあ僕もね、メンヘラ、最初のね、かなり根底の話をすると、僕も最初に、お付き合いさせてもらった子が、もうこんな感じのメンヘラみたいな。一度火つくともう手のつけられない感じの子だったっていうのは、結構共通点として、すごい理解できるところが、あったんですよ。だから僕このメールね、読んじゃったんですよ。見るように読んじゃったんですよ。ただ、確かに自傷行為に走るっていうのは、そら、結構多いと思う。特に若い女の子って、やっぱメンヘラってね、言われるように、自傷行為やっぱ走っちゃう、もうリストカット、OD、あとは自殺未遂みたいなね、あると思うねんけど、これ本当に死んじゃうのって多分かなり不運というか、稀なケースというか、多分その子もね、ほんまに死ぬつもりなかったんやと思うわ。でもほんまに、エキサイトして、もう、その時の感じのままに、何やろ、やってもうて、薬とかわかんないけど、多分もういつもよりお目飲んでもうたんすかね。取り返しのつかないことになってしまったということだと思うんですね。まあ、これは確かにね、まあなんか、このメールの送り主も、その異性とちょっと仲良くしてみたいな、そういう落ち度は正直、あると思うわ。でも、わかんない。この人のその主観でしか書いてないから、その彼女がメンヘラすぎて、もう本当に手の負えない冗談なんですってなってるのか、それとも自分が原因で多少ないとも自分のその、そういうなんか不審な彼女に対するなんか不審な行動が、
まあ現にだって他の女の子とね、つってやりとりしてるわけやから、そういう行動が彼女を不審にさせて、メンヘラに刺したんかもわからんし、これはちょっと、久々に重いの来たなと思いましてね。ちょ、僕も何と言ったらわかんないですけども。ただ、あのね、ちょっとね、言いたいのは、あの、死をね、この死を背負う、そこまでの必要は、僕はないと思います。それはもう悲しいし、責任負うのはわかるけど、さすがにそんな殺すようなことまではしてないし、それは傷つけたかもしれないし、まあ、実際なんか手出したとか言ってるから多分何発か殴ってんねやと思うし、そういうこともしてるんやろうけど、向こうもね、そのメール読む限りは暴力振るってきたりしてたっぽいから、まあ、まあそこはもう喧嘩両成敗って形で置いといて、その、なんかね、彼女さんがね、死んでしまったっていうのはちょっとさすがに行き過ぎた行為だと僕は思います。いやでもこれなんか やばいわ。結構感情移入しちゃうわ。僕もね、逆の立場だったらどうしようってちょ思っちゃうわ。正直。俺もあったもん、昔なんか。喧嘩した後に。女が、なんか、車道に急に走り出してみたみたいな。で車ピーってなるまでもうずーっと動かんで、引き殺されるんかと思いましたけどね。結局それが、本当に運悪く、死んじゃったみたいな。自傷行為、自殺未遂を図る人って多分めちゃくちゃ多いと思うんですよ。こういうなんか、彼女、恋人との喧嘩のいざこざの後に。それがこの場合、本当に運悪く死に至ってしまったっていうケースだと思うんですね。これ確か残された方ね、辛いと思うわ。多分しばらくね、引きずると思うし、もしかしたら一生忘れないような傷になってるかもしれないんですね。ただまあ、ちょっと、せめてね、僕、こうやって相談してくれてる以上、何かね、心の救いになりたいのはあるから、僕が本当に言ってあげれる言葉としては、その人の死をね、背負う必要は、まあ、絶対ないと思います。ただ、もう、なんやろ、そのね、もたしもしかしたら葬儀とか、ね、もう全部終わってるかもしれないけど、まあね、ちょっとその、ずっと、ね、一度はご縁があってね、お付き合いした女の子ってことでね、死を償う、まあ、償うっていうか、そのね、最後までね、ちょっと、なんだろう、見取ってあげるっていうのは、してあげるべきやし、やっぱしばらく、本当に半年とか一年とか、もう次のね、そのいい人に出会うまで、まあね、その子のことを考えてあげて、っていうのは、せめてしてあげるべきなのかなと。ただ、すべてをね、背負う必要は絶対にこれはないと思う。これはもう不運や。ただの不運としかもう言いようがない。なので、まぁ、ちょっとここは、じっくりと、考えて、この先の人生、まぁ、長いと思うのでね、まぁ、いろんな出会いもあると思いますし、どうか、次の自分の人生に、まぁ、つなげていってください。辛い。これは辛い、マジで。本当もう当事者だったと思うと、もうこれね、俺も耐えられるか分かんない、こんなことあったら。いや、これはもうただただ辛かったと思います。はい、じゃあ次行きましょうか。で、これ次のメールがね、これもね、ちょっともう読んだ瞬間ちょっと本当に頭抱えてしまうぐらいのちょっと内容だったんですけど、ちょっと読み上げますね。こんばんは。いつも楽しく動画を見てます。特にマリカーとかアンダーテールの実況が好きです。他の人と違い、モゴさんの実況は何でも本音でやってる感があって好きです。240円を大事にするとことがもう本当にいい人だなって思います。まあ、240円大事にするとか言っておきながら14万のテレビ壊しました、簡単に。すいません。でも最近モゴさんの動画を見るのが、辛い時があります。僕の自分語りになるんですが、最近僕のお父さんが死にました。それでモコさんが動画で死ねえとか言ってるのを聞くと辛いです。大好きなマリカーの実況でたまに聞くと辛くなります。深い意味で言ってなくて軽い気持ちならわかるんですけど、心にぐさっときます。そのぐらいのことを、みんないつも言ってるのもわかります。でもこのままだとモコさんが嫌いになりそうな感じです。できればお願いです。あんまり言わないでほしいです。たったこれぐらいのことでいちいちメール送ってごめんなさい。僕がモコさんの立場だったら、じゃあ見るな、鬱陶しいって絶対思うと思います。本当にごめんなさい。
これマジでもう涙出そうになったもん。確かに、確かにね、死ねって言っちゃってんすよ、俺。動画で。そのもちろんその、特定の誰かに対してとかじゃなくて、例えばマリカーとかで赤ゴラ食らったら、うわ、ふざけんな、ボケ死ねみたいな感じで、多分突発的に、ほんと、とっさの発言だと思うんですよ。だから深い意味とかもちろん、ない。ただやっぱ死ねっていう言葉は、やっぱ人に対して、なんだろう、まあ、てか、言っちゃいけない言葉っていうのはね、僕はね、重々分かってるつもりではあったんです。これは本当に、僕の親がね、なんか言葉遣いにね、すごい厳しくて、まあ親教育者だったんで、母親が。そういう言葉をね、使うなって教えられてきて、なんだろう、中学生、高校生とか、そのぐらいの時までって、一切そういうことを言わなかった。でもやっぱ実況動画とか撮るにあたったとか、その自分の感情を表現するにあたって、やっぱ突発的に出てくる言葉を、なんだろうな、もう力任せに言うようになってしまったっていうのはあるな、本当に。実況動画始めてから。これなんだろうね、確かに死ねって言葉、まあ、なんだろう、まあ、正直もうみんな、割と実況、使う、軽くなったというか、日常的な言葉になっちゃって、なんかお笑い芸人のなんかツッコミの人でもたまにやっぱ死ねっていうのを聞くし、アニメとか漫画とかゲームとかでもやっぱ死ねーみたいなセリフって出てくるし、まあ、そこそだ、まあ、あのね、やっぱり、なんか、そういうね、汚い言葉使わないように徹底してる人もいると思うけど、確かに言っちゃってんだよなぁ。まあもちろんこの人の気持ちが、僕もちろんわからないでもないし、やっぱ、ペットとか、その、身内のね、人が、やっぱ、亡くなった後って、命の尊さをすごい痛感してる時期やと思うんで、まあ、殺すとか死ねとかっていう言葉にね、すごい敏感になりがちなんですよ。だけど、その、僕も、なんだろうな、まあ、気を使ってた時期はね、もちろん、あった。死ね、殺す。やっぱ自分が言われたらって思うとやっぱ嫌やからな。これ。なんやろ、俺、高校生の時、通信制の高校に通ってた時に、なんか、体育の授業あってんけど、通信制のくせに。なんだか、なんか、バレーボールの授業で、なんか変なヤンキーがふざけて投げてきたボールが僕の顔面直撃したんですよ。で、メガネ割れて、で、そのメガネ割れたことを先生にチクって、誰に投げられたんって言って、で、そこの不良グループのやつらの、なんかあいつに投げられたんです、みたいな感じでチクって、で、その不良グループのボール投げてきた子が叱られて、で、そのメガネ弁償するって流れになってんけど、その不良グループの、なんか、友達が、なんか俺に突っかかってきて、お前何チクっとんじゃん、お前。なお前みたいな、引きこもりみたいなやつが、死ねえよ、みたいな感じで、なんかね、死ねえよって言われたのってね、確かに、記憶に残るんすよ。俺、なんかその時のやりとり、全然もう忘れててもいいだけの時間だったのに、死ねって言われた言葉が、やっぱ残ってるんすよね。他のことどうでもいい。ただ死ねって言われたのが、だけの、どうしても残ってて、やっぱその時俺は傷ついたんやろな。本気で多分死ねとか思ってないと思うんです、多分みんな。やっぱこと、鋭利なんですよね。死ねっていう単語が。最近やっぱ YouTube でもそういうの規制されるやん。殺すとか死ねみたいな。言っちゃいけないみたいな。YouTube がやろうとしたことってやっぱ正しいんだわ。やっぱ良くないんだわ。こういう言葉。ちょっと、使うのやめますっていうか、どうしても言っちゃった時は、P 音かけます。最近ちょっとかけてるやろ、俺。殺すみたいな感じを言っちゃった時に、マリカ実況とかで。一応 P 音をかけるようにはしてるし、ちょっとそれを今後もうちょっと徹底します。本当に分かってほしいのは、僕はこのメール送ってきてくれたこの気持ちがすごい痛いほど分かるよ。でもそれでも言っちゃう時があるんだよっていうのをね、ちょっとこれもうはっきり言うわ。約束できない。このメールを来たからっつって俺今度からじゃあ言葉遣い改めますなんて約束できないっていうのはちょっと本音だから、どうしても言っちゃったときは、P4 かけます。はい。
すごい考えさせられるわ、なんかこのメール。言葉遣いってなんだろうな。僕もやっぱ母、さっきおかんが教育者だって言ったんですけど、結構その母親がね、障害者とかの子をちょっとその支援するみたいな仕事一時やってた時期があって、僕その時にすごいね、やっぱね言われたわ。昔その外児やんみたいなさ、外児とかその心傷、身体障害者のことを心傷っていう風に言ったりみたいなね、僕が小学生ぐらいの時にそういう正直あったじゃないですか、小学校、小学生ならではのなんか言葉遣いみたいな、心傷、外児とか障害とかさ、なんかバカとかアホとかいうノリでそういう風な言葉使うみたいなあったけど、なんか俺それお母さんにめっちゃ怒られて、友達におい外児がよみたいな感じ言ったらすぐなんかもう引くほど怒られたって記憶があって、そっからね、そういう差別用語みたいなのをね、使うのにすごい抵抗が芽生えたのは覚えてる。でもそういうのが、実況動画始めてから、徐々に、なんか自分の中でハードルが下がってきたんよね。外じゃね、今でもやっぱちょっと抵抗あるけど、いやでもほんまはやっぱあかん言葉やと、思う。うん、外人も死ねも、殺すも。まあちょっとこれは、ちょっと僕なりにしっかり考えるし、だからといって、僕、ほんとゲーム実況撮ってる時って、もうそれに夢中になってるから、ね、そっさの言葉で出ることって多分あると思うねんけど、まあでもこういうメールをね、送ってくれるのはね、で、俺すごい考える機会になったから、そんなもう鬱陶しいなんて全然思わないし、むしろありがとうっていう風に言いたいです。本当無理しなくて、見なくても大丈夫です。今は辛い。なんかそういうなんか言葉遣いの荒いの嫌やなって思った時期にね、無理して本当に見ることないと思うし、ちょっと今は、本当に亡くなったお父さんのことを、ね、ちょっと考えてあげてほしいなと、思います。はい。どうでしたかね。ちょっと皆さんもね、多分結構心当たりある方もいらっしゃると思えば、まあ、中には本当記憶正しく生きて、ねえ、お前、もうこう、お前、本当に、そういう言葉やめろよ、みたいな、ふうに言うかもしんないけど、ちょっと皆さんも一度、今一度ね、ちょっとなんか考えてみてほしいですね。言葉が持つ、その、鋭利さというか、言葉のパワーみたいな。はい。今日はそんな動画でございました。